さっきもなかなか室内良かったけど、これもなかなかね、普通の席だね。
します。左側です。左側のご案内をいたします。大村線竹松行きは10時34分1番乗り場。大村方面伊佐辺行きは10時45分1番乗り場から発車します。乗り換えのお客様は改札口を出て在来線乗り場へおいでください。ただいま新大村駅に1分遅れで到着しております。本日は列車が遅れまして、お客様にはご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。転送会社の違う？わかんない、だからわかんないから聞いて。どっかの会社からかかってきたんだ。転送されてる。4563553、これでしないんだよな。この間の時ってあれ会社どこだったの？私が。頼みたい相談って言って回したやつ。分かんない。それはさっと出てくると思うし。電話来たって言ってたから。両方ともキャンセルはされたよ。仕事の提案をしたけど。キャンセルはした、最近はなんかね、営業の方が多いんですよ。中途採用とね、それで新会社はいっぱいかかって、保険もかかってくるし、普通のやつと一緒でガチャンって切っちゃうので。いや、いい。綺麗な。
とか結構走ってるから、多分新幹線自身も作るとなったらお金の負担もせなきゃなと思って。地元にメリットってないっていうのが。メリットなんて何だろう、私。土地の収容が進まないじゃん、県が助けない。どこか住んでるとこが昔と変わらない風景だったのに、やっぱり佐賀県って何もないんだね。畑と家だけだ。白石の駅から降りたらすぐに行くのとか。そこがおばちゃんの家だったんだけど、毎年帰ってそこに1ヶ月ぐらい泊まってた。どこいとこだったら泊まれる。どこいとこだから。4人で兄弟みたいに育った。1回土曜中に突然遊びに来たんだよね、その達人。おばちゃんに言われたみたい。長崎線、内線の経由、区間快速、シーサイトライナー、長崎線には、14時29分、1番乗り場、伊丹駅に着いたら、急にトンコちゃんのこと思い出して、14時30分、乗り場から発車します。乗り換えのお客様は、乗り換え改札口を通って、在来線乗り場へおいでください。
くださいましてありがとうございます。お忘れ物なさいませんよう今一度お確かめください。ボールの線はリクライニングとテーブルを元の位置にお戻しください。テーブルを戻す際にはお飲み物にお気を付けください。メアハビオアテンションプリーズ。ドアトンザレフトサイドビルオープン。マインドにアップリーズ。センキュー。終点の長崎には現在遅れなく予定通りに到着しております。でっかいね、駅。